サッカー界には在籍するチームを昇格させる可能性を高める昇格請負人と言われる選手や監督が存在します。その一方、在籍するチームを降格させてしまう可能性を高める降格請負人と呼ばれる選手や監督も存在しています。毎年優勝、昇格争いなど栄光に向かって熱戦が繰り広げられれば、降格を争い必死に戦うチームが必ずあります。自身だけでなく、チームやサポーターの思いまで背負い日々試合に臨んでいる選手たちですが、必死に戦いながらも下位リーグに降格争いしてしまう降格請負人と言われてしまった選手についてご紹介します。大久保嘉人、史上初の3年連続 J リーグ得点王や J1 通算最多得点記録保持者として輝かしい記録を持ち、マジョルカなど海外でも活躍した大久保嘉人。そんな大久保も4回降格を経験しています。複数の J リーグオファーの中からセレッソ大阪に入団。プロデビューしたのは2001年。すぐにデビューを飾り、主力として得点なども挙げていました。しかし左三角靭帯損傷の大怪我の影響もあり、通算2得点にとどまり、チームも16位と J2 へ降格。2006年には不振のセレッソを救うために復帰。21試合6ゴールとまずまずな結果を残すも、インパクトを残すことができず、チームも17位に終わり、再び J2 に降格しました。その後はヴィッセル神戸、ボルフスブルクへと移籍。数々の活躍を見せるも、2010年の南アフリカワールドカップを見据えてヴィッセル神戸へ復帰。2012年には自身の希望で10番を背負い、開幕戦で2ゴールなど序盤は活躍しましたが、負傷の影響からシーズン通算26試合出場、4得点と周囲の期待に応えることができませんでした。シーズン途中からは西野朗監督が就任し、立て直しを図るものの16位で降格。3回目の降格を経験します。契約期間を1年残しており、神戸に残留する予定でしたが、2013年、熱心なオファーのあった川崎フロンターレへ移籍します。この川崎で J リーグ史上初の3年連続で得点王を獲得するなど大活躍。その後 FC 東京へ移籍したり、1年で川崎復帰などチームを転々としていましたが、2018年の9月には名波浩監督のラブコールを受けてジュビロ磐田に移籍します。 J リーグ通算200ゴールを達成するなど活躍しましたが、チームは降格。4度目の降格をしてしまいます。川崎フロンターレでの活躍や個人タイトルなど記録と記憶に残っている大久保。しかし降格を4度も経験している苦労人でした。輝かしい記録に目が行きがちですが、とても苦労が多いサッカー人生でした。和田拓海、現在横浜 FC でスクールコーチを行っている和田拓海選手。和田選手も J2 降格を4回経験するなど、とても悔しい経験を味わっています。まず初めに降格を経験したチームが横浜 FC。 清水エスパルスでプロキャリアをスタートするも、3年間でレギュラーの座をつかめず、レンタル移籍で横浜 FC へ加入。しっかり試合に絡むも、チームは降格してしまいます。翌年の2008年には再度レンタル移籍で東京ヴェルディへ加入。東京ヴェルディでも試合に出場しますが、チームは J2 へ降格。2度目の降格を経験してしまいます。2009年からはジェフユナイテッド市原、千葉へ完全移籍。しかしこの年にも J2 降格。まさかの3年連続違うチームで降格を味わってしまいます。2011年にはジェフユナイテッド市原、千葉から戦力外通告を受け、アビスパ福岡へ移籍。しかしまたもや J2 降格となり、5年で4度の降格を味わいます。2012年11月26日、契約満了に伴い福岡を退団。降格請負人と名がつくほど J2 へ降格した経験を持つ和田選手。
降格争いはメンタル的に相当きつく、1年だけでも厳しいはずですが、5年間に4度も味わった和田選手は相当厳しい時間を過ごすこととなってしまいました。現在はコーチとして日本サッカーに貢献していますが、ぜひこの経験を育成年代の選手へ伝えてレベルアップなどにつなげてほしいですね。渡辺大吾。高校サッカーの強豪国見高校で活躍した渡辺大吾選手、同級生には柴崎康生選手、松橋勝選手がいて、2年生には平成の怪物平山颯太選手や兵藤慎吾選手などそうそうたるメンバーが揃っていました。ちなみに横浜 FC に所属する渡辺和馬選手や元 YSCC 横浜の渡辺美月選手の兄でもあります。日本代表に選出されることはありませんでしたが、韓国でもプレーするなど活躍を見せてきました。そんな渡辺選手ですが、2003年に京都サンガ FC に入団、出場こそありませんでしたがチームは J2 に降格します。その後出場こそ少なかったものの、京都は2005年に J1 昇格を果たしますが、翌2006年に再び降格してしまいます。2007シーズンからは主力に定着し、47試合に出場しチームも J1 に再び昇格。その後は京都の3年間主力として J1 残留に貢献しました。しかし2010年に再び J2 に降格し、3度目の降格となりました。2011年からは大宮アルディージャに移籍、主力として活躍しましたが、2014年にチームは J2 降格。その後韓国のプサンアイパークでのプレーを経て加入した蒲田マーレ讃岐でも活躍しました。2018年には J2 で最下位となり J3 へ降格。渡辺選手にとってはこれで5度目の降格となってしまいました。悔しい思いをたくさんしたが、選手として長く活躍した渡辺選手、現在はグローバルフィットウィズコンサルティングというサッカー選手のマネジメントやクラブ向けのエージェントサービスを提供している。引退後もサッカーに携わっており、昇格と降格ともにたくさんの経験をした渡辺選手なので、経験を生かしてサッカー界を盛り上げてほしいですね。駒野雄一。現在岡田武史監督が代表を務める FC 今治に所属する駒野雄一選手、両足ともに高精度のパスやクロスを上げることができるサイドバック、両サイドをどちらでもプレーできることから日本代表でも活躍しました。そんな駒野選手も4回降格を経験しています。2000年にサンフレッチェ広島に入団、翌年からは右サイドバックとしてレギュラーに抜擢されました。しかし2002年と2007年にサンフレッチェ広島で2度の降格を経験、2008年に移籍したジュビロ磐田で2度残留争いを経験しました。なんとか J1 残留を決めて、2012年には J リーグベストイレブンにも選出されました。しかし2013年、主将を務め臨んだシーズンですが、第23節新潟戦で J1 通算350試合出場を達成するも、クラブ史上初、そして駒野選手は3度目の J2 降格を味わいました。さらには2016年にアビスパ福岡で J2 に降格。日本代表で活躍してクラブではチームの上位進出や J1 残留を期待されて移籍するも、噛み合わずに多くの降格を経験してしまいました。現在は J3 で岡田武史監督と J2 昇格を目指しているので、昇格に貢献してほしいですね。今野康幸。守備的なポジションを複数できるポリバレントな選手として長年活躍している今野康幸選手、ボランチやセンターバックなどチームの状況に応じて貢献できる選手です。また今野選手はベテランの選手や若手の選手などからいじられることが多く、チームのムードメーカー的な存在としても貢献しています。そんな姿とは対照的に、試合では激しいマークや激しいタックルを武器に、ボール奪取能力に定評のある選手です。日本代表でも活躍した今野選手ですが、4回も降格を経験しています。降格した際は全て所属していたチームが違い、降格請負人と呼ぶ人もいました。
そんな今野選手は2001年にソニー仙台の内定を断り、コンサドーレ札幌に入団。加入した年から出場する機会がありました。しかしレギュラーとして迎えた2002年にはリーグ最下位で初めての J2 降格を経験しました。次に降格したのは2010年 FC 東京時代。当時 FC 東京の監督を務めていた上福博監督にはとても信頼されており、すぐにレギュラーとして試合に出場。日本代表にも選出されるようになりました。チーム状況によりボランチではなくセンターバックとして出場するも難なく役割をこなし、上福監督は今野選手を日本でトップオブセンターバックと評価していました。しかし今野選手の奮闘も虚しく、2度目の J2 降格を経験。翌年にはキャプテンとして FC 東京を J1 に引き戻し、天皇杯優勝を果たしました。その後は南アフリカワールドカップを経験して、さらなる成長が必要と感じた今野選手はガンバ大阪へ移籍します。しかし移籍したガンバ大阪でも2012年にまさかの降格をしてしまいます。攻撃サッカーが持ち味のガンバ大阪でしたが、守備に不安を感じていたため今野選手を獲得しましたが、失点数はリーグワースト2位。攻撃ではリーグ最多得点を記録しましたが、守備の要として期待された今野選手はしっかりと役割を果たせず、悔しい結果となりました。そして長く所属したガンバ大阪でも徐々に出場機会が減少。これをきっかけに2019年ジュビロ磐田へ完全移籍します。怪我による離脱であまり試合に絡めませんでしたが、チームは J2 に降格してしまいました。日本を代表する選手ですが、ここまで降格する選手も珍しいですよね。今シーズンからは関東リーグ一部の南葛 SC に移籍した今野選手ですが、降格しないで J リーグに参入するために活躍してほしいですね。中村北斗。イケメンサッカー選手として性別関係なく多くの年代にファンがいた中村北斗選手。高校時代は先ほど紹介した渡辺大吾選手の一つ下の世代で、同期には平山颯太選手、兵藤慎吾選手がいました。アンダー18の世代別日本代表から代表に名を連ねた常連でした。北京オリンピック世代として活躍しましたが、2006年11月21日の親善試合アンダー21日本対アンダー21韓国戦で相手選手との接触により右膝前十字靭帯を負傷しました。怪我の影響などもあり北京オリンピックのメンバーからは外れてしまいましたが、有名な選手でした。そんな中村も降格を5回経験している選手です。中村は2006年にアビスパ福岡でレギュラーに定着。しかしチームはヴィッセル神戸との入れ替え戦で敗れて降格してしまいました。その後は2009年に FC 東京に移籍。移籍翌年の2010年には最終節京都に敗れ、神戸と入れ替わりで16位になり降格となりました。3度目の降格はアンダー20代表や FC 東京で指導を受けた大熊清監督からの支えを受け加入した2014年の大宮アルディージャ時代。先ほど紹介した渡辺大吾選手と共に奮闘するも降格。4度目の降格は古巣アビスパ福岡に復帰して J1 昇格に導いた翌年の2016年。中村を主力として活躍するものの、チームは最下位となり降格。2018年からは地元のチームヴィファーレ長崎へ移籍。怪我の影響もあり出場はありませんでした。その後2019年も痛みと戦いながらリーグ戦2試合、カップ戦4試合、天皇杯1試合に出場し、怪我と戦い続けたサッカー人生を終えました。角田誠。アテネオリンピック世代でディフェンダーとして活躍した角田誠選手。京都ユース時代の2001年には当時の J2 最年少出場記録でデビューした経験もあります。そんな角田選手も最多タイの5回の降格を経験している選手です。角田選手は地元の京都パープルサンガでキャリアをスタートさせます。しかし京都が J1 から J2 に降格してしまった2000年、2003年、2006年、2010年時の全てにおいて、さらには2015年に残留のためにシーズン途中から加入した清水エスパルスが年間17位で J2 へ降格。
5度目の降格を経験してしまいます。クラブ史上初の降格ということもあり、より悔しい降格となりました。最後は関西リーグの飛鳥 FC でプレーして引退。現在はベガルタ仙台のアシスタントコーチに就任しました。悔しい経験をたくさんしましたが、その経験をコーチとして還元していい選手を輩出してほしいですね。今回は降格を何度も経験している選手についてご紹介しました。あなたの中で印象に残っている降格王はいますか？ぜひコメントで教えてください。これからもサッカーに関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。